チャオ、あっちゃんです。今日も幸せになるお話をしていきたいと思います。まずね、幸せっていうのはどうやって掴んでいくかっていうお話を今日したいと思います。幸せっていうのは自ら掴みに行くものやってあっちゃん思うのね。まあ、自分の中の価値観で幸せって感じんだけども、ぼーっとしてたら幸せなんて感じ、ね、だから毎日、自分がしたいことをすれば幸せ、自分が嫌なことから遠ざかれば、嫌なことに目を向けなければ幸せなんて思うけど、そうじゃないねんね。嫌なことにだって目を向けへんかったら人生進んでいかへん。ただ単に、楽しいことだけで、人生は幸せなのかって、そうでもないねんね。それは何かっていうと、生きていく上でね、まず、命、生命を維持するためには食べないといけない。で、食べるためにはお金を稼がないといけない。で、お金を稼ぐためには、仕事をしないといけない、働かないといけない。で、その中で、まず排除していくことは、働きたくない、ね、働きたくないから家でぼーっとしとってお金が降ってきたら幸せか、まあそうでもないねんね。で、なんだ、生命維持するために食べないといけない。美味しいもん食べへんかったら幸せじゃない、なんて言ってても幸せじゃない。で、生きていく上で、生きていくことが幸せなんか、生きていくことなんてはっきり言って苦痛以外の何者でもないねんね。あっちゃんはそう思う。生きていくことが幸せなんて言ってる人は、頭の中がお花畑な人だけやと思う。生きていくことなんてね、不幸で辛いこと以外何者でもないってあっちゃんも。だからこの世に出るより絶対にあの世にね、早く向こうの世界行っちゃう方が幸せなのかもわからない。あの世はあっちゃん今あの世の記憶はないからわからへんよ。でもこの世ほど辛いものはないってあっちゃん思うね。だってね、この世で生きていく限り人と関わらないといけない、他人と関わらないといけない、で何々をしないといけないってルールがある。でルールの中で自分の側を通せない、自分のやりたいことが 100% できない、何が楽しいのね。でその中で家族って言ったら、ねお父さんお母さんの元に生まれてきた時点でお父ちゃんお母ちゃんっていう一個人二人の中の子供っていう中で三人の世界、あ子供の頃は三人の世界ね、一人っ子長男長女の場合ね、で次女次男三男三女になってきたら、お父ちゃんお母ちゃんとお兄ちゃんお姉ちゃんとか弟妹とかできてきたこの家庭っていう中の世界の中でルールがあったり、それ以上踏み込んじゃダメとか、規制があったりするから自分の側通せへんよね。楽しいわけがないよね。それが小学幼稚園小学校中学校高校大学社会人ってなっていくごとに、ね、世界が広がっていくわけやね。ね、お仕事になってたらもういろんなね質問ね世界広がってくるでしょ。じゃあいろんな人の人それぞれもう十人十色って言ってるぐらい、十人十色どころかもう、一人一色やね。もう全員自分の我もあり自分の考え方があるから 100% その人と全く合う人なんていてない、だからどこかで我慢しないといけないとか、どこかで、自分が折れないといけないっていうことがあるから、ね、この世の中ほど自分の我が通せなくて楽しくない世界はないって思うねんでしょ。だからって他人との接触を絶ったところで、じゃあ他人との接触を絶ったらまず食べ物が手に入らない、食べ物を手に入れるためのお金も手に入らない、ね、だから、ね、インターネット通販するにしてもお金がないとダメとか、まあ、いろんなことがあって結局誰かと関わらないとダメなんかこの世の中やね。あの世行ってしまったら分からへん、どういう世界か分からへん。まあね、あっちゃんもあの世からこの世へ来てまたあの世へ帰んねんけども、この世に来る時にあの世の記憶は消されてあの世に戻るでしょ。だから、あの世のことは分からへんけども、この世の中っていうのはそれぐらいよくないというか楽しくない世界やってあっちゃんも思う。だからって自分の命を絶って向こうの世界行くと必ず罰は下るから、自分から命を絶つことはダメやと。でなんでこの世に生まれてきたかっていうのは修行のために生まれてきたんやってあっちゃんも思うね、だからやっぱりそれちょっとねこれうさんくさいって言われたらうさんくさいかもわからへんけども、あっちゃんの中ではね
あの世の中からこの世に生まれてくることによって、この世で修行をして魂のレベルがこう上がっていくもんやったじゃん思ってね。だからこの世の中っていうのは修行やと思う。じゃあ修行やからちょっとみんな我慢してやらなのかって言ったらね、誰やったかな、あっちゃんもうろ覚えのお釈迦さんかな、誰かが言ってんけど、体を使ってブッダが言ったんか、せやんブッダやと思う多分。この前映画見てんブッダのねアニメ映画見てんけど、修行することによって、修行って言ったらどういうことって頭の中だいたいみんな修行って思い浮かべてもらうけど、滝に打たれて、ね、ご飯食べへん断食したりとか、ね、痛いことしたりとか辛いことして頑張って頑張って辛い目にあって何かが見えるだろうっていうのが修行やって言われてるけど、そうじゃないって、あれは意味がないことだってブッダが言ったと思うんだよね。それぐらい修行で苦しいことをすることは意味のないことやってやっちゃうもんね。だから修行の中でも楽しさを見つけたら、それは修行じゃなく楽しいことやと思う。あっちゃん知り、ちょっとね、知ってる人じゃないねんけども、ボディービルダーの人がいてんねんけども、その人がね、有名なボディービルダーさんやで。で、本やったかテレビ対談かなんかでお話ししててんけども、ボディービルの、訓練、すごい辛いらしいね。重たいもん持ってギューって重たいもん持ったり走ったりとかで、脂質制限したりとか糖質制限したりして、脂肪を落としていくんだよね。で脂肪を落としすぎると今度ね、体脂肪率が何パーやったかな、 4% とか 3% とかになってきたら死んじゃうねんって、人間脂肪がなくなると。だからでもそれ以上に落としたくなんねんって、もうある意味修行やんね、でだからそれで糖質が足らんなんかなんかで亡くなったボディビルダーさんもいてね、だから死ぬぐらい鍛えてかっこいい体を求める、それが修行と思ってたらできへん。なんでそれがするか言ったら、自分の体がムキムキになっていって筋肉で脂肪が落ちていくのを鏡で見ることが楽しいねんって。だからその辛い練習が楽しいらしくなんでね。でマラソンでもさね、ランナーズハイって言って走ってることで気持ちがハイになっていくね。あっちゃんは楽しいと思わへんからマラソンもせえへんし、ボディビルの、そういうねトレーニングもせえへん。それも楽しいと思う人はそれが楽しいんやと思う。だから野球する人でも、野球ね学校のクラブで先輩にしごかれたりとか顧問の先生にしごかれたり、朝から晩までね朝練して昼勉強して夜また夕方また暗くなるまで、まナイターあるからナイターつけてまで練習して、何楽しいねんって思うからあっちゃんはせえへんけど、やってる人は楽しいらしいねんね、だから修行もそうやと。だからこの世の中楽しいと思ってしたら何でもできんのよ。だから生きていくことでご飯作る主婦なんかでも言うたら、旦那のために子供のためにご飯作ってやってんだよって思ってたらね、ご飯作ることは楽しくない。でも子供が美味しいよって言ってくれたりとか完食してくれることが楽しいからこそご飯作りができるんやってあっちゃん思うねんね、だからね、なんていうのかな、前菜が出てきて、で副菜が出てきて、メインディッシュが出てきて、デザートが出てきて、まあそこに食前酒があって、で途中スープが出てきて、バラバラやね順番、なんでもいいけど、まあ、そんなんで最後にまたね食後にお酒が出てきて、まあ幸せで、それでも物足りないって思う人じゃなく、もうね大皿どっかんでも、あ美味しかった幸せだよって思えるか、それはもう人それぞれ個人の価値観やと思うねんけども、そこのところで幸せを感じられることによって、人間っていうのは生きていけるんやって思うねんね。だからその人の価値観で生きていくことほど無駄なものはない。だから価値観、幸せっていうのは価値観やから、自分の価値観の中でやっていけばいい。もしそれが家庭っていう小さい枠組み、だから言ったらお父ちゃんお母ちゃん子供4人の家族だ、4人がみんな幸せなら OK やってあっちゃう。その中で4人の中で側を通す人がおったら、その側を通す人は他の人らでなだめるなり、他の人で話しつけて4人の幸せっていうのを見出せばいい。お互いに我慢するんじゃなく、4人がこういうことが幸せだ、だから私は肉が食べたい、私はお魚が食べたい、私は作るのが嫌ね。で私はお父ちゃんはお金入れてんねんからそれなりのもんを作れ、で俺は肉毎日肉でもいいんだよっ
って言う人がいてた。その中の幸せをどうやって求めるかって言ったら、お肉と魚と、あ、ね、だからお父ちゃんはお肉で、息子は魚、娘は野菜、ベジタリアンだみたいなでなってきた時に、お母ちゃんは作るのがめんどくさいな、その4人をどうやってまとめるかってなった時に、じゃあ今日は旦那様の言う通りお肉にします。だからお肉には、娘ちゃんにはサラダ、サラダって言うから、娘ちゃんにはサラダをたっぷりの野菜サラダをつけます。息子が魚って言ったら、今日はお父さんお肉って言ってるから、お魚だ、あのお肉食べてねって、明日お魚するからね、で明日お父さんには昨日お肉たっぷり食べたから、今日はあなたのね、血を引いた息子が魚が欲しいって言うから魚を食べましょうねって、そんな感じでいいんじゃないのかな、だってお互いにみんながこうね、歩み寄りながら幸せを感じられる、その中で毎日白米が食べられる幸せをみんなで感じましょうよっていう提案するとかね、ってなってくる。毎日作ってるお母ちゃんめんどくさいけど、作ることが何か、みんなが美味しかったって言ってくれることが幸せやと思う。あっちゃんはね、みんなから美味しかったよって言ってくれる幸せを、ね、得るためにお料理を作る。それからね、4人とも幸せやって、あっちゃんも、それが家族の価値観やと思う。でそれが社会に出て会社になってきたら、社長はまず、社長が一番求めてるのは会社が儲かることがまず第一だと思う、と社内の揉め事がないこと、ね、それがもう、まあ、2つが二大の重要性だと思う。まあ他にもいろいろあるよ、取引先とかなんだかんだとかのあるけど、それよりもまず会社が儲かることと、社員みんながね、心を通わせることっていうのが社長の課題やって、幸せやって、あちゃんは思って仕事してきてんけどもね、まあ、他の人もいてるかもわからへんけど、まあその中でまず儲けるためにはどうすればいいか、みんなに儲けるために、儲けなさい儲けなさいなんて規制かけたり、今月のノルマはなんとかだって言っていやいや働かしたところで社員の中で分かれてくる。でその中でできる社員とできへん社員っていうのは、持って生まれたものっていうのもある、努力もあるけども、まず持って生まれたもので得て増えてもある。だからそこのところをね、見極められるっていうのも社長の手腕やと思うし、でそれに対して応じられるか応じられへんかっていうのも社員の技量やと思う、器やと思うね。でその中で、バランス取ってやっていくのも会社の中だから、会社、家族は、2人、まあ、夫婦2人のとこもあるし、子供がいれば3人4人5人の家族もある。その言うたら小さい世界の幸せを握れへん人は大きな世界の幸せは握れへんっていうことは、その2人、夫婦2人でしかいてない幸せをつかめへん人は、自分1人の幸せなんてつかめることはないとはちゃうもんね。だからみんなのことも考えられる。だからみんなのために、自分は我慢してみんなのためにするんじゃなく、その人が幸せになるために、だからその人の立場に立って、あの人が幸せやって感じるにはどうしてあげればいいのかなって考えるのと、あの人を幸せにするために自分は何を我慢すればいいのかなって考えることの違い、同じことやで、やってることは。だから、まずね、2人いてます。でこの人、私、誰か、だから誰かを幸せにする、で自分が幸せになるためには、誰かと2人で生活する中ではどっちか我慢しなあかん。じゃあ私は我慢したらいいんでしょうなんて思ってたら幸せなんてできへんし、私は我慢しない、あなたが私に合わせればいいのよなんて言ったら、この人が幸せじゃないから、どうしてみると喧嘩になるよね。だからこの人は何を考えるかって言ったら、この人を幸せにしてあげたいんじゃなく、この人が幸せになる、もし私がこの人のだったら、どうしたら私は幸せに感じられるんだろうって思うことをやってあげれば、幸せになってもらえると思う。だから自分は、その人は自分の立場になってるから、自分が幸せになるのね。ちょっと難しいかな、伝えるのが難しい、ごめん。でも分かってくれたら嬉しいな、この説明で。だからその人の立場に立って、もし何か言葉を発するときに、もしその人の立場に立って、私が逆にそれを言われたらどう感じるかって感じて言葉を吐いたら、お互い嫌な気分にならへん、お互い幸せになれると思うよね。だからそこで、幸せ言葉を吐くか、毒言葉を吐くか、だからいい言霊を吐く、悪い言霊を吐くっていうのと一緒、そこにつながってくんねんけども、まあ、言葉だけじゃなく行動もやねんけども、その人の立場に立って、その人がどういう思いをするんだろうと思って行動すると、自分も幸せになるし、その人も幸せになるから、この世の中幸せになれる。でも相手のことすら何も考えずに、自分のことばっかりで言葉吐いてる、行動する、だからこの世の中不幸になっていく。
この世の中不幸になるってことは自分が一番不幸になってんねんね。だからまず、相手の人、ね、を気遣うんじゃなく、相手の人に自分がなって、ね、自分の魂をね、幽体離脱させてその人の中に入んのよ。で自分がもし何かを言われる時どう言われたら幸せを感じるのかな。それで、ね、自分の中で相手になって相手が言われたら幸せになる言葉を考えたらそれを自分が言われたと思って幸せになれるでしょ。 で自分に戻ってきてその言葉を相手に言うことによって幸せになれるって自分が感じた言葉を吐くことによって自分幸せになれるでしょ。で相手が幸せになってありがとうって言ってくれたらまた幸せになれるでしょ。それの繰り返しやと思うね、幸せがつかめるのは。でもそれを考えずに相手のことも考えずに不幸な言葉を吐く、汚い言葉を吐くことによって自分はそれに対してまた反発されるとか嫌な気分を相手がしたことによって相手はまた嫌なことを仕返してくる。もっと嫌な気分になるのは自分なんね。結局自分で自分を不幸のどん底に追いやってるわけ、そういうひどい言葉を吐くとね、だからあっちゃんはそういうことをするのは嫌だ、だからって言ってされたらされっぱなしになるっていうのはその人のためでもないねんね。だから何かひどいこと言ってくると、鏡になってその人に返してあげないとその人は気づかないから返してあげるっていうのもやりたくはないけども、そういうすることによって相手は幸せになってもらえるだろうと思ってやるっていうのもいい。だから家族でいてね、子供が悪いことひどいことすることによって叱るでしょ。なんで叱るかって言ったら言われてムカつくから反発で返すんじゃないでしょ。その子供が良くなってほしいから言うんでしょ。だから子供がいくらひどいこと言っててもスルーしてればその子供は成長しません。でもひどいこと言ってくることによってそのひどいことを言われる立場に立ってあなたが逆にひどいことを言われるとどういう気持ちになるんですかっていう気持ちで同じことを仕返してやるのよ、子供にも。ほんだら子供はひどい、この親ひどいなんてなるけども、そこでフォローしてあげて、いやあなたはこういうことを直接言ったんだよって、でもそういうことをすることによって不幸に自分からなってるんだよなんて毎回言わんでもいいけどね、時々そういうことを言ってあげることによって子供も幸せになって家族も幸せになって、もちろん旦那も。だからそうやってみんなが仲良くなれればいいんじゃないのかなって思うね。だからそこをね、暗黙の了解っていうかね、分かってる夫婦、まあみきちゃん、あっちゃんとみきちゃんそうやってんけども、言わんくってもやっぱりお互いにね、みきちゃんもそうやったしあっちゃんもそうやったけど、どうやったらみきちゃんが喜んでくれるかな、みきちゃんもどうやったらあっちゃん喜んでくれるかな、逆にあっちゃんの立場になった時にこうやったら嬉しいなって思うから、みきちゃんはあっちゃんと喧嘩もなかったしね、そういう風な夫婦やったね。でその中でみきちゃんは、あっちゃんにそういうことを言うことによって私は幸せになったんだよなんて言ってくれてたね。だからそんな感じで言葉を出す、行動する前に自分がその人の立場になったらやっていいことなんか言っていいことなんかっていうのは簡単に想像がつくことやと思うね。それをすることによって人間簡単に幸せになれると思います。はい。今日はそんな感じでね、幸せになるためには自分が何をすればいいのかっていうお話をしてみました。毎回ね、話し出してから、適当に考えて話すんがあっちゃん流やねんけども、今回もこんな感じで、幸せのお話をしてみました。で、時間的に10分ちょっと超えた、10分超えたかな。もう20分近いんか。まあそんな感じでお話をしていきたいと思います。はい、またね、次回、幸せのお話、していきたいと思います。これからね、年末にかけてね、いろいろとあるんでね、もういろんなストレス、年末は特にね、いろんな忘年会があったりとか、会社の話、なんと年明け、来年は頑張ろうぜみたいな話になったりとか、家族が集まったりとか、身内が集まる、親類が集まる、もう嫌なこと聞かされることがいっぱいあると思うのね。だからこそこのお話ちょっとでも頭の片隅に置いて、みんなが幸せになるために、まず自分が幸せになるために、何か一つでもプラスになれればいいかなと思ってあっちゃんお話しさせてもらいたいと思います。ということでまた次回に続きたいと思います。ではまたね、バイバイ。